こんにちは、カムクです。今年もやってきました、ほんまでっかの季節です。今回は園芸初心者の方、球根を植えたことがない方、ほんまでっかを知らない方、ほんまでっかで失敗してしまった方、そして園芸をとことん楽しみたい方、ほんまでっかという園芸用語があります。いや、ありません。正式にはダブルデッカー、トリプルデッカーなんて言われたりします。このダブルデッカー、トリプルデッカーは何かというと、簡単に言うと球根を2層、3層に分けて植える植え方のことを言います。ダブルデッカー、トリプルデッカーをすることにより、通常の苗で作る寄せ植えよりも豪華な寄せ植えができるようになる。これが最大のメリットです。ただこのダブルデッカー、トリプルデッカーをやってみたものの、うまく芽が出てこなかった、上手に咲かなかったっていうこと、昨年結構ありました。せっかく植えたのにもったいない。しかも今秋植え球根一番いい時期です。今年もほんまでっかやってみたい、そんな要望多いと思います。というわけで今回は園芸初心者にも分かりやすく、ほんまでっかを成功させるコツ、こちらを実演にて解説していきます。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、毎年毎年ほんまでっかを作り続けています。このほんまでっか、なぜほんまでっかなんですが、ダブルデッカー、トリプルデッカーをすることにより、通常の寄せ植えよりも豪華な寄せ植えができると言いました。それって本当ですかと言いたくなりますよね。それを関西弁にするとほんまでっかってなると思うんです。私が敬愛する明石家さんまさんからも来ています。今年 SNS でほんまでっかの投稿をいろいろ見てきました。その中で一番多かったのが、上手にやはり咲かなかったっていうところが一つ多かったんですよね。あとそもそも芽が出てこなかった、これも多かったです。咲くには咲いたけどちょっと予想より違ったと、そんな意見多いのを見て私残念に思いました。せっかくやってくれたのに感動を与えれなかった。やはりほんまでっかは想像通り、いや想像以上綺麗に咲いてこそ感動が生まれるんです。この感動を味わってほしくて、ほんまでっかを提案しています。というわけでほんまでっかの動画は毎年毎年更新されていきます。ほんまでっかを成功させるポイントが3つあります。1つはまずはダブルデッカを作ってみること、2つ目は植える苗に気をつけること、3つ目はお花の咲く開花の順番を把握しておくこと、この3つです。ポイント1番目、まずはダブルデッカをやってみること。これダブルデッカーというのはダブル、そうです、球根を1層2層に植える植え方です。昨年はそれを応用してトリプルデッカー、またはフォースデッカー、いわゆる2層3層4層にも球根の特徴に合わせて植えることが可能ですっていうことを提案しました。それがゆえに皆さん結構いろいろな球根を2層3層4層に分けて植えてしまいました。そうすると中では何が起こるか、そうなんです、土の中で球根類くちゃくちゃになってしまいます。そうなると出てきたくても出てこれなかった球根類もあります。また根っこが邪魔して思ったように球根が上に出なかった、結果株がものすごく暴れてしまった、このような投稿をよく見ました。ということでまずはデッカーをやったことがない方はシンプルなダブル2層の寄せ植え、こちらをおすすめします。こちらができるようになってくれば応用を利かしてトリプルまたはフォース、こちらに進んでいくことをおすすめします。ポイント2番目、植える苗に気をつけること。球根だけ植えておくと来年の春まで全く地上部はありません。何もない状態になると少し寂しいですよね。というわけで地上部に1つか2つ苗を植えておくと球根が出てくる間寂しさを紛らわせてくれる、こんなことで苗の提案もしました。ただこの苗もやはり地面が見えていると寄せ植えたくさんの苗を寄せ植え風に最初から作ってしまった方も結構多かったです。これをするとどうなるか、苗の根っこっていうのはそもそもたくさんあります。それが成長していくと土の中をその苗の根っこが埋めていってしまいます。それをかいくぐって出てこれる球根がまず少なくなってしまうっていうところなんですよね。また出てきたとしてもひょろひょろっとした状態で出てきてしまったということで本来の良さを楽しめません。ほんまでっかを成功させるコツ、植える苗はなるべく間隔を空けて隙間ができるぐらい広く取ってあげる、これがポイントです。また生育が旺盛になるような苗を使わないこと、こちらがポイントになります。ポイント3番目、開花してくる花の順番を把握しておくこと。これ結構盲点なんですが、球根はただダブルトリプルに植えていけばいいかといったらそうではありません。上手に咲かせるためには植えた植物の開花期っていうのを把握しておくといいと思います。どのような感じで開花してくるかを想像妄想するわけなんです。
というのもこの球根類植える時期は年内っていうところである程度統一で決まってるんですが、咲く順番っていうのが球根によって変わってきます。秋植え球根、早いものですともう2月の下旬から3月の上旬に開花するものから5月に入ってから開花するものまで様々あります。これがランダムに植えてしまうとご想像の通りランダムに咲いてきます。しっかりと開花期が揃うとその寄せ植えはボリュームある寄せ植えに見えますが、1個咲いて終わって1個咲いて終わって1個咲いて終わって、これを繰り返すと少し寂しい寄せ植えにもなってしまいます。本間デッカーは球根の特性を知ることによりあなたの思ったように開花させることもできるんです。どのように開花してくるのかを妄想して楽しむ、これもガーデニングの一つの楽しみ方なんです。園芸をとことん楽しみたい方はこの本間デッカー作る前に妄想をまずたくさん広げていってください。ということでここから先は実物実演にて本間デッカーを解説作成の方をしていきます。では早速いきましょう。はい、というわけで本間デッカーの回です。よろしくお願いします。純平さん、よろしくお願いします。さて本間デッカーはこれで2回目ぐらいなのかな、はい、っていうぐらいなんですけど、毎年やってます。で今年もやります。毎年やります。はいまあちょっと本間デッカー初めての方もいるので、はい、まあ、初めての方に分かりやすいように説明しながらいきますね。球根をこう層に植えるっていうのがデッカーっていう植え方、まあ、それがダブル2個かトリプル3つかフォースで4つか、でこれはね球根の特徴を生かして層にするっていうところで、どの球根もここに植えていいかって言ったらそうじゃなくて、上の層は上の層のグループ、2段目は2段目のグループ、3段目のグループ、4段目のグループっていう、もう球根をその深さで植えれるものを集めて一つの箱で育てましょうっていうのがまあデッカーです。というわけでまずポイントの1番目ですね、ダブルデッカーからやるっていうところなんですが、これはね基本そこからやった方が本当はいいですね。まあ、ちょっと僕なんか無茶してトリプルとかフォースとかやってますけど、できればダブルで1層2層これを上手にちゃんと咲かせるっていうところからトリプルフォースみたいな感じで挑戦していく、まあ、これが一番こう満足度が高いかもしれませんっていうところで、まず大きくはその1層グループと、まあ、2層グループっていうののメジャーなる植物たち、これを紹介したいと思います。じゃんと、まあ、メジャーどころを持ってきました。まず1層目上のグループですね。どちらかというと小さい系背丈がの植物たちが多くて、球根も小さい系が多いですね。こんな細かいような球根類は比較的この上層部に植えるっていう球根種になってますというところで、クロッカス、あとはムスカリ、これは毎年咲くチューリップって書いてありますけど原種系チューリップって言われたりします。この3つが一応王道、1層目の王道と思ってください。プラス2層目になってくるとこちらヒアシンス、この間回を出しましたけどヒアシンスと皆さんご存知のチューリップ、これちょっと八重のチューリップなんでチューリップっぽくないかもしれませんがチューリップと、あと水仙、これが2層目の王道。まあここの中ヒアシンス、チューリップ、水仙なんかはもう秋植え球根の御三家みたいな感じ、お、うん、はい、もうメジャー級と思ってください。まあ、これをメインにサブを1層の方でどういう風に合わせるか、まあ、こういう形で1層2層っていうところで植えてもらう、まあ、これがいいかなと思ってます。でこれで2層植えるとダブルデッカー完成なんですけど、この2層植えただけだと地上部が、球根って芽が出てくるのが早くても2月の中下旬とかぐらいなので、年内とか年明けはまあ土の状態になってしまいますというのが寂しいので、苗物もこの1層グループのところに植えてしまいましょうみたいな提案をします。苗物です。苗物はもう10月中下旬からどんどんと秋から冬春まで咲くっていう苗物が出てますというところで、まあ王道なのがパンジービオラとかこの辺ですねを中心に植えておいてもらうと、パンジービオラも咲きつつ球根類も春に出つつでボリュームがいっぱいになるというところで、今日持ってきてみました苗物。じゃんと、まあこれざっと持ってきたので参考までにですけども、ビオラ、これ金魚草ストック、はい、みたいな感じで、失敗しちゃう系統だとわりかしとこの1層グループの苗物、はい、これをちょっと植えすぎてしまう問題っていうのがあるんですよ。例えば、まあ、これ鉢持ってきてみました。去年使った形状の鉢ですね。失敗してしまう場合だとここに1層2層で球根を植えつつ植物をこういうふうに置くんですけど、寂しいっていうところでここでもうすでに秋の寄せ植えを作ってしまう、こういうふうにね、
はい、これぐらいのボリューム感で植えると下から球根が非常に出にくくなっちゃう。まだこれぐらいの状態だったらいいんですけど、こっから植えたらこの子たちの根っこがどん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 この隙間に入っていきますと。なってくると球根たちが上がってくときにあれなんか使えるみたいな感じで、強ければこうぐーっと根を回避しながらこう出てくるんですけど、まっすぐ出てこないんでなんか変なところから出てくるみたいな感じだとか、隙間を分けて出てくるんで通常はこう太く出たいんだけど細くなっちゃうみたいな、はいはい、日当たりも悪いしっていうところで、まずはダブルデッカーでやりつつ上に置く植物、植える場合は植物の、まあ、種類を選ぶっていうところもあるんですけど、基本量を調節少なくする、これがいいかなと思います。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、去年はこの30センチぐらいの楕円形に2つ植えたんです、はい、去年2つ植えた。これどうなったかっていうと2つぐらいでちょうどいいっていう感じに思うんですけど、実際は球根が出てくるまでに来年の年明けの3月ぐらいですね、このビオラたちがモコモコモコってなっちゃう、はい、全く見えないぐらいに去年なってしまって、まあ、生育が良すぎたんですよね。で出るには出たんだけど、まあ、なんかちょっと広かった感じなので、これぐらいの鉢であれば1個でいいかなぐらい。あ、そうなんですね、1個で、はい、もし上に地上部に植えるなら1個ぐらい、もしくは2個植えたとしても植える球根を極力少なくする、はい、これがポイントです。というわけでまずはダブルデッカー作ってみましょう。さて早速作っていきましょう。はい、そうですね、土はこちら、じゃん、おっちゃん、おっちゃんの土、おっちゃん系、おっちゃん系の土を、草花用の土ですね、はい、で大丈夫です。赤玉土、はい、はい、これは特殊でありました、まあ、なんとなく意味合いが分かったかなと思います。ちょっとまだ赤玉土見てないよって方はぜひとも赤玉土の動画見てみてください。だいたい1割ぐらいですね、ざーっと。このお山の上にチェレー、来た元日です、元日来ました。この季節が元肥と言われる肥料があります、まあ、初期肥料になるんですけど長期的に効くっていうのと、まあ、こちらですね、リン酸分、この真ん中の数字ですね、これが非常に高い。この辺の配合の肥料を使ってあげると、まあ、赤玉土入れてあげても安心して肥料を吸収させることができると。というわけで元肥入れ方があります。よいしょ、あー、三流、三流、うん、あーってなってやっても三流よし、二流、二流、うん、これよく見るけど一流だって言われてる人も二流で入れてるね。はい、大体こうやって入れてる、あ、 YouTube の YouTube とか、はい、うん、園芸雑誌出てくる人、はい、写真とかでももう写り方がこれで写ってるもん雑誌の人もちょっと考えた方がいいよ。確かに、うん、これだとちょっとビジュアル的に良くない、はい、一流がこうよ。さあ、一流、かっけえかっこいいでしょ、かっこいいですね。なんかここだけで撮るより、はい、顔も映りながらさ、はい、こう流れてる方がすごいじゃん。やっぱこ表情大事なんですね。大事大事、はい、かっこいい、滝のように流れてるまんべんなく入る、はい、この辺がそういうことですね。この辺までも全体的にバラ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 うわーみたいな、あ、そこ外まで入っちゃう、そう、外まで行っちゃうよみたいな、もったねもったねもったねこれはちょっと雑誌に収めちゃいけない。元肥をしっかり入れます。で、混ぜ込みます。 OK、 ではプランターを植えていきます。まあ、このようにね、スノコって中にたまにこうプラスチック入ってるインナーがねっていうものは鉢底石いらないんですけど、入ってないものはちょっと入れた方がいいかなというところで、土が混ざらないようにネットの方を使います。まあ、専用のやつもありますけど、あの水切りネットみたいなやつでも十分使えますんで利用してください。さて、ちょっと今日軽めに入れました、はい、球根を下に植えるっていうのもあって、よし、で土、はい、球根を敷いていくので、あんまたくさん最初に土入れちゃうとでっかにそもそも層にできなかったりするんで、まあ、若干うっすらとぐらいで大丈夫です。で、ここに植える植物と配置を決めたいと思います。で、今回ですね、下に水仙、はい、ゼラニウム、香りってことですかね。いや、そういう品種そういうことですね、分かりにくいよね水仙なのにゼラニウム、はい、はい、
ていうものがありますと。どちらかっていうと高く伸びるので後方に入れてあげる、で手前に小さめの球根を入れてあげるみたいにちょっとずらす、はい、真上真下にするとやっぱぶつかってしまうっていうのがあるのでちょっとずらすがポイントですね、はい、水仙もね品種によって球根の大きさバラバラなんでね、はい、あ、純平さん、はい、この球根死んでるね。これはこれね、はい、パッと見わかんないかもしれないんですけど、はい、触るとね、ほら、お前はもう死んでいるだよこれ。ヒデブ状態なのこれ。ですね。腐ってるとこんなに。そうなんです。これなんか見た目綺麗じゃんこれ。はい。なんかプカプカ。ぐにゃぐにゃ。こうやって。グミみたいな。うん。これもうダメ。本来ならまあこう押してもビクトモシンぐらい硬い。はい。ニンニクみたいな感じってことですね。そう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 。玉で硬いんだけど。これがねぐにゃぐにゃしてる時点でちょっともう腐ってます、はい、こういう球根を見つけたらお店に報告しておいてください、はい、大丈夫かなどうかなっていう風に植えて出てこないと、まあ、損しちゃいますんで、まあ、こういう状態球根の中でも混じることがあります、まあ、球根持ってくる際には球根、はい、軽く触ってチェック腐ってないかっていうものをいろんな球根ありますんで確認してもらう方がいいのと、もう小さく分球してしまったこうね、ここについてたやつね、この辺は植えて出るんですけど、はい、お花が多分非常に咲きにくいっていうこともあるので咲かないものとして植える分には大丈夫です、はいはい、咲かせようと思ってもこれうまく咲かないんで、これが咲くかなと思う位置に配置しちゃうと結果咲かないとみっともなくなってしまいますんで、まあ、隅に置いとくのか分けてこの子につけてやっぱり近くに植えてあげるのかなみたいな感じがいいと思います、はい、ということでこれ1個ダメでした。はい、子供たちも植えといてあげようか、せっかくだね、はい、真ん中くらいに水仙、水仙、水仙、はい、配置したらこの上にさようだなこれあと、はい、できれば写真かなんか撮っとくといいかもしれない。1段目植えたパシャ、2段目植えたパシャってやっておくと完成した時にちゃんと出てきたかなっていうのが分かる。結構ね、ランダムに植えてってよっしゃって完成ってなると季節になると何かしら咲くもんで、あ、咲いたと思うんだけど大概出てないやつもあります。残しとくと来年の参考になったりするんで写真を撮って残しとくっていうのをおすすめします。で1層目ここに下に植えてありますね。ということで今度は小さい系の球根、じゃあ一番上の球根、今回ムスカリ、はい、はい、ラティフォリウム、ラティフォリウム、はい、ラティフォリウム、はい、でダブルでいくとここ水仙とムスカリみたいな感じですけど、それとちょっと寂しいのでやっぱりお花1個植えたいと思います、まあ、先ほど持ってきましたこちらビオラですね、はい、花あられ、ちょっと可愛いやつ持ってきました。あられちゃんだが、あられちゃん、ほう、はい、んちゃんちゃ、これから最初のオープニング、はい、んちゃんにしようか、んちゃん、こんにちは神くん、はい、んちゃ神くんですもうすぐコメントくるねなんだろう、んちゃんしっかり喋ってくださいって。あ、でもいいですねそれ、挨拶としてんちゃってんちゃ、のり巻きあられです、花あられ、花ビオレさんですね、はい、あ、かわいいやんこれ、フリフリ、はい、いろんな色のやつが出てくるやつだねこれね、はい、ビオラは本当に旺盛に広がってくるんで、多分これ一鉢でもほぼほぼこの辺隠せるぐらいのボリュームになりますんで、はい、シンプルにいきたい方はもう一鉢一株で大丈夫です、はい、真ん中ぐらいですね。水仙が裏から出てくるんで、まあ、なるべく真ん中イン、ちょっと根元被せてあげる。まずは今度はムスカリですね、はい、ムスカリさんを両サイドいきますか、はい、1、2、これもちょっと間隔を空けてあげるとすっきりとして出てきますと、はい、5個でこっちのサイドも5個、そしたらこれに土をかぶせると、はい、はい、いう感じ。はい、というわけでこれね1個完成しました。まあただちょっとねこれだと寂しいかなみたいな、はい、言ってもね寂しくないこれ。まあそうです ね、ちょっと味気ないというか。そうだね、これ空白が目立つ、目立ちます。これが4月ぐらいになるともうこうバーッとわっさりとなるんですけど、それまでがちょっと寂しいのでやっぱなんとかしたいと
いうふうになったらデコレーションですよ。やっぱりデコレーション、デコレーション、はい、っていうわけで、まあ、例えばヤシの繊維、はい、とかマルチング材ですね、いわゆるあれでもいいですね。100均の色がついた苔、はい、水苔ね、何回か紹介してますけど、まあ、土が出てるとちょっと寂しくなるんで、まあ、ちょっとカバーしていってあげれば、はい、まあ、そんなに寂しく見えなくなってくる。こういう素材をちょっと1個持っておくといいと思いますね。隠し素材、あったかそうだなこれ。確かにすげえあったかそうだこれ、はい、ちょっと今日とかも寒いですからね。え、最近寒くなってきたよね、はい、マルチングっていう泥はね防止にも漏れなくなりますんで、はい、伸ばしてあげて。あったかそうだな。あったかそうでしょ、はい、でまあ、これだけだとあれなんで、今の時期だとデコレーション系統でお金使いたくなければ100均行けばたくさん売ってます。ただちょっと今日ねダイソー行ってないので、園芸雑貨の方でハロウィンですね今もれなくっていうので、ハロウィングッズがありますということで、ちょっと載せてみましょう。てってれてーてってれてーてーのおてってれてーてってれてーブーブーブーなんだブー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 イエーイ、純平元気かい。これからこういう系でいこうかな、これアフレコで、はい、お花のやり方をさ、人形を使ってやるっていうのもいいかもしれない、これ。ああ確かにね。シャルーン、この人形何かって言ったらさ、はい、畳んのよ、はい、足が関節がない、座るんよ、はい、こうやって。本当だ、スペースを潰す。いいですね。ね。あ、いいですね。お人形さん。はい。とか、まあ、こんなような雑貨もありますと。はい。いうところで、芽が出てくるまでは結構時間があったりするんで、ふんだんにピック刺したりとか、まあ、100均グッズとか園芸グッズみたいなオブジェでまあ飾りましょうと。で、年明けていよいよビオラも大きくなってくるので、これでガバッと。はい。大きくなってきたら季節に合わせてもそうだし、ボリュームに合わせて取っていく、変えていくみたいなところで。楽しんでいただくと、シンプルなダブルデッカー思った以上に多分形になるスタイルを楽しめるかと思いますので、まず自信がなければダブルデッカープラス装飾で解決していただけるといいかなと思います。まあこれはとりあえず初心者向き、はい、というわけでいきましょう。今年も持ってきました、こちらです。じゃん、はい、これが去年作った本間デッカーです、はい、これフォースデッカーやっています。そうですね、やりましたねこれ。やったじゃないですか。思い出しました、はい、それが今この10月半ば現在このような形になってますと、はい、いうところで、ユリこの子がね枯れてきません。寒くなってくるとだんだん枯れてきて、枯れてきたら掘り上げっていう感じなんですけど、まだ枯れません、まあ、結構質問あるんですよね、これどうしたらいいんですかみたいな。ユリは基本寒さで枯れたら掘り上げるとかなんですけど、もうプランターから取りたいよっていう時期になってくるんですよね、そもそも秋になったら、はい、僕はもう抜いちゃっていいですよっていうのをお勧めします。このまま置いといても真冬になってきて開けてから、じゃあ球根植えましょうっていうと、この球根植える時期を逃しちゃうので、まあ、この球根でまた本間デッカーやりたい場合は、まあ、一回開けましょう。でここもそうです、見てください、これもう去年植えたやつが芽吹いてきちゃってるんですよね、はい、早いことに、はい、ムスカリクロッカスとか、はい、その辺が。でこれも本来だとまだ球根の状態なんですよ、こうやって出てきてない、はい、なんだけどもう植えちゃってると、このように季節感じて、季節が温度感じると出てきちゃう。だこいつもどうしたらいいか、抜きますとりあえず、はい、一回全部解体っていう形で掘り上げたいと思います。では行きましょう。まずユリですね、もうちょっと地上部切っちゃいます、一回二つ。これさ、純平さん、はい、ちょっとすごいすごいことが起こっとる気がする。すごいこと、はい、うん、こう見てこれ、ユリの根元、なんですかこれ、子供だね、子供、ユリの、はい、子供、ユリかなり深い位置に植えたんだけど、もう本当下の下の方、はい、一番ねからもう頭が出てきてるってことは、はい、相当子供たちがこれ上についてるぞ、これ解体した時に楽しみだね、これ、はい、どんな形なのか。本来だとね、枯れるギリギリまで養分を球根に貯めておきたいんだけど、はい、そうも言っとれないんでカットしますと、はい、はい、あとはこのビロンビロに伸びちゃってるようなね、根なりです。カット。この葉っぱも多分寒さに当たってくると枯れて傷んでくる。プラス残ったとしても
ビロンビロンの状態で春なっちゃうと見苦しいんで、はい、ムスカリとかねクロッカスとか葉っぱをねとにかく伸びてきちゃうのはもし気になるようだったら、まあ、春先でもいいんですけど本当はカットしちゃうこれ、はい、というわけでちょっと地上部すっきりさせたところで行きますか解体、はい、怖えなよいしょじゃ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 ん、ういういうい、うわ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 、ほらほらほら、たくさん出てくるこれ本当だ、いろんな球根が出てきますよほら、すげえ、ほらすごい分球してる、ほらこういった子供を残しちゃうとね来年ここからも出るんだけど葉っぱしか出てこないんで、はい、またこの大きい球根使いたい場合はこの子供たち分けちゃう、はい、取っちゃうね、で植えないと葉っぱばっか出てきちゃうんで、はい、子供ね取っちゃう、うわこれ一回全部片すかな、これすごいよね、はい、繁殖力旺盛な球根たちはこうやって毎年毎年増えてく、はい、よっしゃ一株でこれよこれどんだけ子供についたのっていうぐらい、はい、つきました、小さめの球根はさ、はい、どんどん毎年増えるんで無限に使えるねこれ、そうですね、うん、でこの子供たちを育てればまたそれらも大きくなってくんで、再利用って言ったらあれですけど、そうなんだわ、これ水仙、はい、この水仙、はい、お宝がたくさん出てくるわこれ、もうトレン、トレンぐらいいっぱいです、はい、これ下からガチガチなんですね、ガチガチだね、もう多分ユリが相当すごい勢いであれを張ってるね、根っこと子供を出してるね、はい、上の状態まで、ここ硬いもん、ちょっと一回引っこ抜くか、はい、うわすごいすごいすごい、うわ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 、こんな感じ、うわここでもですね、幼虫とかおらんね、そうですね、うん、虫は虫はいないけど、ほら全然根っこがバンバンですねこれ、あ、で腐ってるチューリップかな、はい、うん、残らない球根たちはねこうやって土の中で腐っちゃう、はい、出てきましたよすげえこれがユリの植えた球根ですね、あ、わりかしでかい感じ残ってるねこれ、ものすごくでかいじゃないですかこれ、ね、あ、すげえ、今年も使えそうやねこれ、そこってなんか硬い何かほぐさないと取れないですかね、取れない、まあかといってあのあんまり ガシガシ、はい、根切りみたいなやつやっちゃうと球根を傷つけちゃったりするんで、はい、球根の場合はこうやっぱ手で分けてあげる方がいいね、うりゃ、えらいもんだよこれ、はい、よし、取っちゃうぜ、はい、うりゃ、これがユリなんよねこれ、はい、全部これユリの子供、はい、あ、でもやっぱちょっと小さくなってるねユリが、ここの塊がね、はい、去年に比べて小さくなってます、まあ、また来年咲くかどうか分かんないんですけど、ユリはこういう風にガーって出てきてその土の中でこんだけ根っこ伸ばすんで深く植える植物の一個ね、これ、おお、取れました、すごい、これちょっと乾燥させてあげてからまた植え付けてあげるといいと思うんですけど、これぐらいだったらどうかな、咲くかどうかですかね、であとはこれよ、子供たちよこれ、はい、ユリのこういうね子供たちを別でね植えといてもらうと何年かしたらこれぐらい大きくして咲かせることもできるというところで、これうわ地下ではこのようなことが起こってますというところですね、はい、たくさん子供たちを育てるの大変だよと思ったら、まあ親分だけまたしっかりと育ててあげることをお勧めしますね、球根欲張っちゃいかんね欲張るとこういう結果になりますこんだけでかい、
摩耗みたいだこれ。摩耗みたいですね。摩耗だよこれ、はい、さあ分別を分別、はい、分別もうすごいよこれ。あ、チューリップ残ってましたね。はい、腐ってなかったけど分球しとる。でもねちょっとこんだけ小さいとね来年は咲くのがちょっと難しいかもしれん。はい、使えそうな球根というか、まあ、球根類と根っこ、はい、何でしょう。あの土の再生の時やったみたいな感じで。そう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 、こうしていくとまあこういうね球根類、まあ、こういうのも使えれば使う、はい、うん、っていう感じで。ふるいが1個あるとやっぱ便利ですねこういうのもね。はい、何が出てくるかよこれね。はい、何が出てくるか、何が出てくるかよ、はい、すごいなこれ。めちゃくちゃ増えてるんじゃないですか。めちゃくちゃ増えちゃってるこれ。であのまま多分放置しとくと、はい、来年出てくるやつが、はい、葉っぱばっかのやつが出てくる多分花咲かんみたいな。花咲かない、そうってなってくると鉢がもったいないっていうの、はい、うん、なので今回はちょっと球根だけ分別しちゃって新しいものを植える。まずは分別作業ですね、進めていきます。はい、というわけでこちらですね、今解体しました、はい、まあ、球根がざっくりこんな感じですね、はい、まあ、こういうやつも大きい球根は使えるけど小さい球根はちょっと使えませんと、はい、いう感じで分別してもらう。これ水仙使えそう、チューリップもこれ作家などうかなみたいな感じなんで大きめと小さめを分けて、で小さめのやつはどっちにしても咲かなかったりするので分球したやつは分球したやつで、まあ育てたければどっかポットかなんか入れて1年間太らして来年使うみたいな感じ、はい、即戦力の方は一応今年のデッカーとして使ってみても OK なんですが、まあ、ちゃんと花が咲くっていう保証がないのでちゃんと咲かせたいっていう風になったら、まあ、やっぱ新しめの球根を使うがいいかなという風に思います。ただこの辺もね1年間ちゃんと育てれば来年のデッカーには使えるサイズになるものも多くあったりするんで、まあ、ちゃんと育てておくといいと思いますよ、はい、じゃあね、というわけで、今回はとりあえず、まあ、新しい新規の球根の方を使ってデッカーの方をやっていきたいと思います。お願いします。はい、というわけで今年の本間デッカー作っていきたいと思います。まあ、鉢は同じ鉢使いたいと思います、再利用でね、はい、はい、で古い球根はなしにして、まあ、今年は新しい球根紹介しながらちょっと植えていきたいと思います。まず一番最下層ですね、最下層はこちらユリミゼットピンク。ミゼピン、はい、ミゼピン、去年は普通の八重の高くなるユリ使ったんですけど、やっぱね高すぎちゃってバランスがあのちょっと浮いちゃってる感が出たんで、コンパクト系のユリに今回したいと思います、仕立てを、はい、コンパクトなオリエンタル系のユリに昨年ちょっと自分の中では良かったこいつ入れます。じゃん、フリチラリア早咲きの早咲きアーリードリーム、はい、これがね傘みたいな感じで咲きます。今年の一発目こいつ出そうかなというところで、はい、次この感じ、はい、でメイン系ですね、こちらヒアシンスチューリップ水仙っていう感じで、まあ、春色カラーのやっぱヒアシンス香りも出るので使いたい、プラスちょっと豪華な感じに見える八重のアプリコットのチューリップですね、チャーミングビューティー、はい、チャーミング、あとこれですね水仙はホワイトライオン、こちらも香り出ます。こちら系をイキーの一番上、よいしょ、はい、この3種類、まずは原始系チューリップですね、サクサティリスアイリスブルー&イエロークロッカースミックスですね、はい、こちらの今回は1、まあ今回もフォースデッカーになっちゃいますね、はい、4段作っていきましょう。土の方も配合しておきました、同じ土です。ってなわけでどんどんいきますか、はい、ダダッと、こんだけ容量があると、はい、土も結構いるだよね、というか4段っていうところですよね4段ですよ、第4弾までいきます、はいはい、まずはゆりちゃん、ゆりちゃんは結構深めがいいです。あ、この球根小さいね、はい、コンパクトならではでしょうか、小さめの球根、ゆりが咲くとやっぱりねテンションが上がるね、ゆり後方にします、こっち前方にします今回、
前は360度でやったんで百合真ん中にしたんですけど、やっぱごちゃごちゃ感が出ちゃったので、今回は百合は完全に後方を目安に植えていきたいと思います。さようなら。ホンマデッカーって鉢がもっと深ければ5段も6段もいけるんですか、ね、あ、そういうもんでもない、そういうもんでもない、うん、多分一番深く植えるのが百合だと思うんですよね。はい、深くしすぎると今度球根が芽が出てこなくなっちゃう、はい、そもそもそういうそんなに深く植えていいものがないっていうのかな。百合が最下層ってなってくると、まあフォースデッカーが最大じゃないかな、うん、うん、そしたら百合ね、百合、はい、忘れそう。フリチ、はい、フリチはちょっとね傘になって出てきてもらいたいので、はい、真ん中ですね。真ん中、はい、はい、こちら下ですね、はい、すごい変わった球根ですね。球根ですね、本当に咲くんかいみたいな、はい、プラス同じ高さでヒヤシンス、チューリップ、水仙もこの際並べておきましょう。ヒヤシンスの回出しましたけど手が痒くなるので、はい、注意してくださいね。これね、チューリップもチューリップの回があったるので、そうか、ブロックごとにするのか全部こうバラバラにするっていうやり方もできますけど、ジュペさん どっちがいいと思う。ブロックごとですかね。ブロックで、はい、ブロッキングにしようか。じゃあ、はい、こうこうこうのヒヤシンス、はい、前にここに散らす感じにして、ここに水仙がいいかな。水仙の方が背が高くなるんで、ホワイトライオン、はい、3月のライオンって知っとる。3月のライオンって何でしたっけ。アニメがあるんよ、将棋の。あ、将棋のアニメでしたっけ。そう、ドラマも確かやったと思うんだよね、はい、結構おもろい。まあどうでもいい情報だけど。あ、純平さん来た。ダメ。あ、水仙ちょっと多いかもしれんな、はい、ダメ級今年。これお店で気づいた場合はお店のスタッフに言ってあげてくださいね。お店のスタッフも気づかない場合と、あと売り場で劣化してっちゃうっていうケースもあるんで、はい、出した時は良かったのにみたいな、その辺はちょっとわからない部分もあったりしますんで、埋めます。さようなら。さようなら。今ここまで行ったね、はい、よし、はい、では最後ですね、はい、優先的にはね、このアイリスで、アイリス、はい、これがねあんまり言ったことはないんだけど、はい、このねミニアイリス系めちゃくちゃ可愛いよ。小さいアイリス、ミニアイリス、はい、この小さい系はちょっとブロックっていうよりあれにしようかな、ランダムに入れようかな、はい、うん、散らばってる感があって、はい、いいかもしれない。これが原始系のチューリップ、はい、でクロッカスね、クロッカスが5球、はい、アイリスさんが可愛いよこれ。ちょっと今だとパッケージのイメージしか湧かないんですけど。湧かないでしょ、はい、すごい可愛いよこれ多分ね、はい、見たら欲しくなる。開花が春ですか。春ですね、3月下旬から4月ぐらい、はい、ちょっと早めだと思う。よっしゃ、かぶせる。さようなら。さようなら。さようなら。よっしゃ、できました。はい、ここで今年も終わりません。お、去年はここに玉ねぎ植えたんです。そうですね。玉ねぎは予想外に太るのが遅くて、結局春先に取れると思ったんだけど、春になるまで残しておいたんですよ。そしたらやっぱその下になっちゃった球根が出なかったっていうのがあるので、もう早めに終わるものを今回は植えたいと思います。それがこちらです。じゃーん、はい、ベビーリーフ。ベビーリーフ来ました。はい、今年もお野菜ですよ奥さん。ベビーリーフであれば、はい、年内ぐらいに収穫し終わって取ることができるんで、それまではこの地上部をお野菜畑として活用する、はい、これが今年のトレンド。お、2022年、はい、本当はね早ければ種をまくてよかったんですけど、10月ぐらいに頭に作るようになれば、もう種がちょっと遅くなってきたんで、苗の方こちらを使いたいと思います。はい、まあ、そのまま植えてもいいんですけど、ちょっと今年欲を変えて分けようかなみたいな。はい、分けちゃう。ベビーリーフってこっからあとどれぐらい大きくなるもんなんですか。こっからどんどん大きくなるよ。レタスになるようなもんだもんで、はい、言ってしまえば一個一個分けちゃえば、はい、一個一個大きなレタスになってきます。僕今年やったんですよね、うん、
ベビーリーフ、うん、これぐらいの大きさまではなったんですけど、うん、そこからこうダメになっちゃって、多分間引きをしなかったり、はい、密になりすぎたりするとダメになってちゃうよ。これ栽培キットみたいなのでやったんですね。簡単栽培キットみたいな、はい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 、でその説明書みたいなのがあって、うん、その時期通りに一応間引きはしたんですけど、うん、でもダメになった。でもちょっとダメになっちゃいましたね。あ、そうか、はい、黄色くなっちゃった感じ。いや、もう腐っていっちゃいました。で、なんかもう本当にもやしみたいになってっちゃった。もやしみたい。日当たりが悪かったとかそんなことはない。日当たりはいい場所に置いたと思うんですけど、うん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 、そう ね、ベビーリーフは普通に詰まってきちゃうとだん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 取れなくなっちゃうんで、はい、本当だったらこう種まいてできてきてるんで、はい、なんともですけど、丁寧に分けてあげればこういう根っこ付きでね、はい、これで1個でちゃんとした大きいレタスみたいになるんですよ本当は、はい、なんで間隔を広めに取ってあげて、はい、植えてあげると長期間収穫ができる。まあ、ただこの移植をおすすめするかって言ったら、移植をするより種まきで間引いていった方が根っこにダメージが少ないんで、本来はその間引きの方をおすすめするけどね。うん、うん、このように分割するよりも。ただよ、お野菜も取りたいやん。そうですね。年明けちゃったらガバーって抜いちゃえばいいね、これ。はい。そうすれば春先からみるみる出てくるよ。今度はお花のお花たちとチェンジ。せっかく余ってんだからさ、プランター活用したいよね。そうですね。年内か年明けに終わるみたいな植物で構成するっていうのは、まあ一個の方法ですけどね。ベビーリーフ簡単だからさ、ある程度、はい、種まきが簡単なので、いろんなシーンで使っていけるといいかなと思いますね。完成です。じゃじゃーん、野菜畑になってしまいました。これでちゃんと根っこがつけば収穫の方をどんどんしていきますんで、ぜひぜひチャレンジしたい方はやってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回のカーメクナチャンネルは本間デッカーを特集しました。よかったかな、参考になったかなと思うので、ぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あと、あなたの本間デッカーアイディアありましたらコメント欄たくさんください。カーメクナチャンネルではこのように園芸初心者の方がとことん楽しめる園芸方法スタイルを提案していきます。よろしければチャンネル登録ポチッとお願いいたします。この後は大好評の余談です。おまけトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて、本間デッカーの季節ですね。はい、じゅんぺいさんは今年やる予定は？あ、やりますよ。お、やる。はい、楽しみやね。去年やってなかったっすよね。去年ではなくて、正確には今年、はい、寄せ植え企画で、うん、ほんのちょっとのデッカーやりました。あ、ムスカリをちょろっと隠し玉的な、隠し玉的なデッカーはやりました。本格的はやっぱあれだね、2段3段とか、はい、クラスっていうことで、今の時期はいいんですけど、今年ちょっと早い感じがするんで、季節的にその気温が低くなるのがってことですか。あと球根の量がちょっと少ないかもしれないんで、はい、早めに調達することをお勧めしますね。11月の中ぐらい入ってくると、多分例年とまあまああるんですけど、今年結構欠品するかもしれない、はい、なんでもう10月中下旬には買い揃えるといいかなと。何をやってみたいとかあります？いや、何をっていうと、ちょっとどういう組み合わせで作れるかっていうのがちょっとまだイメージ湧かないんで、これから考えたいんですけど、寄せ植え企画だと、うん、プレゼントで送ってるじゃないですか。はい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 。なんでそうすると生育がこう分かんない、分からないんで。確かに確かに。もう本当に自分家で体験するようにというか、ベランダとかね、楽しむように。あ、確かに。やりたいと思ってます。おお、素晴らしい、はい、ちょっとまたそちらは純平くんちの方かな、はい、個人で、個人チャンネルの方でやりたいと思ってますけど、特集するんで、また買い物からやってくださいよ。はい、はい、買い物から、物何を選ぶのか僕もちょっと楽しみに見てます。はい、はい、というわけで概要欄の方に純平くんち貼っておきます。よろしければご覧ください、はい、ありがとうございます。というわけで、ほんまでっかまだまだ続きます。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。